それじゃあ号令は私が務めさせてもらうわね。最初の空砲で第一チームがスタート。5秒後の空砲で第二チームがスタート。さらに5秒後、最後の空砲で第三チームがスタート。タイムのカウントは私が担当します。では我々は見物人が巻き込まれないよう配慮しよう。舞台が整ったみたいだね。いいえ、真打ちがまだよ。グレイスさん、確かクロスベルタイムズの。やっほー、ボーイズ&ガールズ。なんだか面白そうなことをやろうとしてるみたいじゃない。お姉さんも一枚かませなさいよね。かませなさいって。ああ、何をしやがるつもりだ。答えはこれよ。レースといえばやはり実況。カメラマンも連れてきたから思いっきり盛り上げてあげるわ。なんだか本当にお祭り騒ぎになった気が。いいじゃない、喧嘩より何倍も楽しいわよ。やれやれ、せいぜい期待しときますか。そんじゃそろそろ始めよう。そうだね、バルド、用意はいいかい？いつでもいいぜ。それではカウントを始めます。ドライ、ツバイ、アイン、ヌル。さあレースの開始です。第1組ワジ&バルドチーム、素晴らしいスタートを切りました。今第1チェックポイントを通過し、第2チェックポイントへ向かいました。第2組ロイド&ランディチーム、スタートしました。ランディ選手軽快な走り、ロイド選手もなかなかの速さです。今第1チェックポイントを通過。第3組エステル&ヨシアチーム、スタートです。チームワークは折り紙付き、遊撃士としての実力も A クラス。今第1チェックポイントを通過。先行チームの追撃を開始します。おっと、バルド選手いきなり大技だ。さあロイドチームどうする？判断は任せた。やるじゃない。ロイド&ランディ選手、なかなかの度胸でドラム缶を回避。ワジ選手のアタックもかわし、第2チェックポイントを通過します。どうする？仕掛けよう。行くぜロイド。いつでもいいぞ。やっと やるね。悪いな、先に行くぜ。さあ2周目です。ロイド&ランディ選手、順位を繰り上げて第1チェックポイント通過。おっと、ここでエステル&ヨシア選手がとんでもないスピードで追い上げてきた。追いつかれるな。おいロイド、せっかいか。おっと、なんだなんだこの白い煙は。ひょっとしてエステルチームが仕掛けたトラップだったのか。ごめんね。お先に。追いかけるぞ。来たわね。突破するよ。先に行くよ。
グッグ。チェックポイントを抑えてとっとと追いかけるぞ。よそ見厳禁だね。死ねえ。なんとなんと、追いついたワジアンドバルト選手、ロイドチームへの奇襲成功。そして第3チェックポイントを抑え、エステルチームの追撃に移ります。グッグ。くそ、このままじゃ。ランディ、いいね、熱くなってきたぜ。こうなりゃとことん楽しませてもらおうじゃねえか。さあエステルチーム、広場を通過して3周目に突入。このまま独走を許せば彼女たちの勝利となりますが、やはりそうは問屋が下ろさないようです。来たわね。え、なんで一人なの？まさか。当たり。お返しよ。やるじゃない。そっちこそな。相当やるね、お兄さん。君の方こそ。エッセル、行くよ。うん。バルド、追撃だ。言われるまでもね。激しいデッドヒートを始めた両チーム。もうこれでこの2チームに勝利は絞られてしまうのでしょうか。うわー、凄まじいパワーです、ランディ選手。というか、あの装置完全に壊れちゃってない？なんじゃ、ワイヤートラップ、引っかかったな。行かせるか、こら。もう一人は油断大敵だぜ。くらいな。ナイスランディ。おう、このままゴールするぞ。ゴール。激しいレースを最後に制したのはロイド&ランディチームでした。ここで他の2チームもゴール。どっちが先なのかしら。まあいいや、とにかくみんなお疲れ様。観客の皆さん、惜しみない拍手を。お疲れ様。すごいレースでした。おめでとうございます。いや、全部ランディの作戦勝ちだよ。いや、お前がいなけりゃ最後の仕掛けは成り立たねえさ。さすがに飛ばしすぎたぜ。これだから男の子は単純というか、意地っ張りというか、まあ女の子も一人いましたけど。そうね。そうだ、私冷たい飲み物買ってくるわね。あ、私も付き合います。東通りの屋台でいいですよね。ええ、そうね。二人ともちょっと待ってて。ああ、そういえば、なんで俺たちこんなことしたんだっけ。どうでもよくなっちまったな。ランディ？
正直引いただろう。あんな風に切れちまってよ。な、自分でもよくわからねえんだ。いつもヘラヘラ笑っている俺が今の本当の俺なのか、それともあんな風に切れちまうのが俺の本質なのか、この2年間ですっかりわからなくなっちまった。ランディ、その警備隊に入る前にはどこにいたんだ？クロスベル出身じゃないことは聞いているけど。どこにいたか。煉獄のように熱く、冥府のように寒いところかね。血も魂も沸騰し凍りつくような世界、あらゆる命の輝きとクソのような汚泥が入り混じったようなところ、それが俺のいた場所だ。ランディ、なんてな。それっぽかったろう。俺の過去なんざそんな大層なもんじゃねえさ。今はただの夜遊びが大好きなクールでハンサムなナイスガイだ。それ以上でも以下でもね。あのさランディ、前にも話したけど俺には兄貴がいたんだ。え？ガイ・バニングス、捜査一課に所属していた捜査官。とんでもなく破天荒でありえないくらい前向きで、事故で両親を亡くした後、男手一つで俺を養ってくれて、憧れてた人を取られても嫉妬すら湧いてこないような、とにかくすごい男だったよ。そっか。お前も大変だな。そんなすげえ兄貴の背中を追いかけてるってわけか。まあね。でさ、少し白状するとランディってさ、ちょっと兄貴に似てるんだよな。え？もちろん顔とかは全然似てないんだけど、いつも俺とかエリーやティオをさりげなくフォローしてくれるだろ。そんなところがちょっと似てるんだ。おいおい、こっぱずかしいこと言うなよ。お兄さん顔が赤くなっちまうぜ。そういう照れ隠しもちょっと似てるかも。うえ。だから俺ランディのことを尊敬してるところがあるんだよな。ちゃんと自分を分かっていて他人にも気を使えるところ。同僚っていうより一人前の男としてさ。正直俺はまだまだだ。多分ランディの話を聞いても間の抜けた言葉しか出てこないんじゃないかと思う。だからさ、いつか俺が兄貴やランディと肩を並べられるようになったら、その時は聞かせてくれないか。ロイド、いやー参った参った。お嬢もこぼしてたけど、お前天性の女たらしかもな。おっと、この場合兄貴たらしってところかな。なんだそりゃ。っていうか半人前なのは確かだけど、子供扱いはさすがにやめてくれよ。何やってるんだか。はい、冷たい飲み物。ラムネの屋台があったので買って。お、ありがたいね。なあ、
マジで助かるよ。まったく、男の子と来たら消耗したばかりなんだから、あんまりじゃれ合わないの。エリーさん、焼いてます？そんなわけあるはずないでしょ。それにその男の子同士になんで。聞いた話だとそういう特殊なジャンルもあるそうですし、これはもうフラグが立ってしまったのかもしれませんね。そうなの？悪いな、お嬢。この世界は弱肉強食、食うか食われるかが全てなのさ。あなたね。はあ、何の話をしてるんだか。賑やかだね。いや、そっちはもう回復したのか？まあね。今日のところは素直に負けを認めておこうかな。ふざけた結末だぜ。おい、赤毛、今度はガチで勝負しろよ。あの最後の爆発力、てめえ猫かぶってやがったな。ああ、別にそういうわけじゃねえよ。あんだけ一気に力を出すと、その分消耗も激しくってな。奥の手みたいなもんだから、あんまりやりたくねえだけさ。あの黒髪の小僧といい。まあいい、さすがに今日は疲れた。てめえら、引き上げるぞ。それじゃあ、僕たちも失礼しようかな。アディオス。なかなか楽しかったよ。撤収だ。やあ。はあ、レイヴンたちよりも随分統率されてるわね。お疲れ様。そっちこそお疲れ。なんだ、もう帰んのか。はい、もともと仕事で来ていたこともありますし。それを言うなら私たちも同じですけど。もう夕方になっちゃったわね。楽しかったからいいじゃない。せっかくのお祭りなんだし、ちょっとくらいは楽しまないとね。元気だな。まあそれがエステルの取り柄だから。でもランディさん、体の方は大丈夫なんですか？え？へえ、同じ匂いはしなかったが、お前もそっち絡みなのか？いえ、正確には違います。ですが多少知識の方は。そうか。ま、ガキの頃から慣れっこにはなってるからな。後に残るダメージはねえさ。そうですか。すみません、差し出がましいことを。いや、気にすんな。ランディ。ちょっとちょっと、何二人で分かり合ってるのよ。大した話じゃないよ。それよりエステル、そろそろ帰ろう。アリオスさんも帰ってくるみたいだし。ヨシア、例の話。ああ、そうだね。せっかくだから聞いてみようか。例の話？なんだ、なんかあんのか？うん、あのね、シュバルツオークションって知ってる？シュバルツオークションですか？どうやら
このクロスベルのどこかで開かれるオークションらしいの。何でも毎年記念祭の期間中に開かれているらしくって、でここが肝心なんだけど、盗品ばかり扱ってるって話なのよ。盗品？本当なのか？いや、あくまでも噂だよ。途方もない価値のついた表に出せない由来の品ばかりが出品されるという話だけど、でもその様子だと聞いたことはないみたいだね。ああ、初めて聞いたよ。警察のデータベースでも見かけたことはありませんね。シュバルツオークションか。そっか、あなたたちなら何か知ってると思ったんだけど、やっぱりただの噂なのかな。そうだね。ナイアルさんの情報ソースだから確かだとは思うんだけど。ごめんね、変なことを聞いちゃって。今日は楽しかったわ。負けちゃったのは悔しいけど、今度は同じ事件かなんかで一緒に協力できるといいわね。そうだな。それじゃあ僕たちはこれで。皆さんお疲れ様でした。お、そちらもお疲れさん。